待て。どうしたんだ。見てみろ。こいつは結婚か。奥に続いているようだな。ここで何があったんだ。あんなもん言ってみりゃわかることだ。慎重に行きましょう。誰にやられたんだ。本気で聞いているならば相当鈍いな。余裕ぶってんじゃねえよ。待ってください。今魔法で。わしに構うな。傷が治ったところで病が治るわけではない。死期が今訪れるかもう少し先になるか、それだけの違いだ。ダナオスはどこだ。これをこれはアジスとしての証だ。そいつをコートに渡してくれ。わかりました。必ずお渡しします。おい、ヤサどこに行ったんだ。答えろ。ハイキストス火山。ハイキストスの火山、カリカイ火山か。あんなところへ行ってダナオさん何をするつもりなんだ。さあな、わしは薪さえ作れればそれでよかった。もはや思い残すことはない。勝手なことを言わないでください。薪を作るためにどれほど多くの血が流されたと思っているのですか。あなたには生きてその罪を償う義務があります。その手は薪などではなく人々のために役立つものを作り出さなければならないのです。他人のことなどどうでもよい。薪こそわしの全て。しっかりしてください。病で死ぬことと刃に倒れること、どちらがより重い罰となるのだろうか。どっちも同じさ。死んじまえばな。そうだな。いずれにせよ今ここで死ぬことが橋の運命だったのだろう。薪は所持者と一体となり強大な力と無限の生命力を与える。だが本体と切り離してしまえばその限りではない。ダナオスを止めたくばお前の持つその剣で腕を切り落とし薪を。喋らないでください。マキオ、あとはゴードに。この体はこのまま土くれに。ギデオンさん、ギデオンさん。
言いたいことだけ言って生きやがって。ダナウスは一体何をしようとしているんだ。あの火山にはサマリルが封じられていると聞いたことがある。ただの迷信だとは思うが、もし本当だとすれば厄介なことになるだろう。すぐに向かいましょう。慌てんなよ。その前にこいつを渡すのが先だ。そうだな。あの火山に行くならば相応の準備は必要だろう。急がば回るってな。ギデオンさんはこのままにしていくの？このままにしてくれって言ったんだ。望み通りにしてやりゃいい。あんたはこんな死に方が望みだったのか。最後まであがけよ。マキを奪って生きながらえて、またマキを作るくらいの執着を見せてみろ。じゃなきゃ嘘だろ。俺は最後まであがいてみせる。最後の最後、その時までな。私は大丈夫。油断は禁物です。てめえらの相手をしてるほど暇じゃねえんだよ。いらっしゃいませ。ハンターズギルドにようこそ。こんにちは。すごいですね、外のガーデニング。はい、プリシラさんの他にも町の方から苗や種をいただけるようになったんです。時折プリシラさんがお手入れに来てくださるので私も心強いですし、皆様のご指導でギルドの周りが花で彩られて素敵になりました。そうですね、ちょっとした待ち合わせ場所にいい感じになりましたものね。それにプリシラさんの苗は花が終わってもおまけがありますしね。そのようですね。フィオナ様もそうおっしゃっていました。盛りを過ぎてなお人々の目を楽しませる花とは一体どのような花なのでしょう。それはその時までのお楽しみですよ。まあそれはとても楽しみですね。手頃な依頼はないか。また魔物の出現が増えていますね。確か また寝不足で出歩いているのか。気をつけろ。ああ失礼。落としたぞ。これは押し花のしおり。随分と希少なものを使っているな。希少なものだと？
よくある土産と聞いたが。送り主は女性かね。そうだが、それが何だと言うんだ。君は、ああ、どうやら本当に分かっていないようだな。ものすごく尺に触るが、この送り主に免じ、特別に教えてやろう。この花はプリエルフェールといって、その地下茎は薬にもなる。非常に珍しい花だ。ちなみに花言葉は、無事を祈る、別れの悲しみ、秘めた思い、などなどだ。誰からもらったのかは知らないが、君がどれほどその女性を邪険に扱おうとも、君の無事を祈ってくれている人がいるということだよ。シャルディエ様、ご用はよろしいのですか？今日が覚めた。今日は失礼するよ。そうだ、蘭光と村の近くに魔物が出たらしいぞ。蘭光と村、聞き覚えはないかね？蘭光と、いい加減思われる幸福に気づきたまえ。そして思われる辛さを自覚したまえ。さて、送り主の顔を立ててやるのもここまでだ。じゃあな、エルフ君。蘭光と村。最近その村からやってきた女性がイグニス様とご懇意にされていると伺っていますが。もしかしてシンシアちゃんのことか。彼女今どこにいるんだ。早く知らせてやらないと。先日村に戻ると言っていた。もう知っていたのかもしれない。彼女はあんたにとって特別な女性なんだろう。その彼女の一大事だってのに、このまま見過ごしはしないよな。もちろん行くんだろ。女性一人も守れないで森人は務まらんだろう。俺の周りの女は厄介事しか持ち込まねえ面倒なのばっかだが、あんたの女もそうだったみたいだな。私の女？誰がだ！ゲスな勘繰りをしている暇があったら。なるほど、彼女は赤の他人ってわけか。なんだ、てっきり俺たちは。勝手に私とシンシアの、いや、そんなことを話している場合ではない。行くぞ。邪魔すんじゃねえよ。みんな気をつけて。
逃がします。はい、縛りな！無駄です。逃がします。そう。続いてくれ。ここで立ち止まるわけにはいかないの。こいつでとどめだ。手を貸しな。ほら、こっちに来やがれ。そこ、これで、はっ、そこ行きなさい。無駄です。今です。えい、これで決め。これで終わりです。こいつでとどめだ。手を貸しな。いつもこうだといいんだけど。これも皆さんのおかげです。なせばなる、なさねばならぬ何事も。立ち止まるわけにはいかないの。108号を振り払い前進してまいります。もっとお役に立てるように頑張ります。これは通過点に過ぎません。修行に終わりはない。一通り片付いたわね。シンシアさんは？イグニスさん、イグニスさん。終わったですよね。あ、怖かった、怖かったです。でも来てくれるってなんとなく信じてました。お前のことだ。心配などしていなかった。間に合ってよかった、シンシア。あ、名前やっと呼んでくれましたね。無事でよかった。はい、ありがとうございます。ご心配おかけしました。心配などしていない。皆さんに言ったんです。見せつけてくれちゃって。でも本当によかったです。さて、邪魔者はここらで退散して、あとは若いお二人に任せましょうかね。かかってきな。こちらから仕掛けますか。
てめえらの相手をしてるほど暇じゃねえんだよ。こんにちは、鍛冶屋さん。珍しい客が来たもんだ。あなたの大切な猫ちゃんをお連れしました。そいつは冷やかしなら出て行ってくれ。ではこの猫ちゃんは私が責任持って預かります。待て。ほら、素直にならないと後悔しますよ。まあそのなんだ、わしにも事情というもんがある。意外といえば意外だけど、別に隠すことないと思うの。ちょっとギャップがあるというか、親父さんって案外可愛いなとか。ふん、くだらねえこと言うな。たく、そいつには放浪癖があってな、こらっと出ていくと飯にも帰ってきやしねえ。飼ってるのか、たまに餌やってる野良なのかわからん。あ、それは私のせいかもしれないわ。私が猫ちゃんたちに餌をあげるから。特にこの子は私のことをすぐに覚えてくれて、毎日のように会いに来てくれるようになったわ。なるほどな。お前さんになんぞ興味はない。この町に来るまで何があったかなんて聞きたいとも思わん。まあそいつはお前さんも同じだろうがな。気が向いたらお前さんの話し相手にでもしてやってくれ。ありがとう、そうさせていただきますね。でも大切なものを手放そうとしちゃダメですよ、鍛冶屋さん。あら、これは皆様、こんなところで奇遇ですね。お前さんも通ってるとは意外だな。はい、私も健康のために少し武術を。ではなくて、ご依頼の件が無事達成されたご連絡です。それでは私は失礼いたします。グリッドさんって仕事熱心な方ですよね。とても丁寧というか。いつもああしてご報告にいらっしゃるのですか？いや、今日はたまたま近くを通りかかったからだそうだ。たまたまね。あやつ、町を出たいなんぞと抜かしよって。ああ。今までわがままらしいわがままを一度も言わなかったあの子が言ったんだ。よほど本気なのか、ただの冗談なのか。だが、ただの冗談で済ますには少しな。お前には辛いことだな。あの子は覚えていないのだろうが。辛い時代になったの。孫の夢さえ心よく背中を押せん。
だが心配なら心配だとそう伝えればよいじゃろうが、わしを相手に小言を漏らされてもな。お前ぐらいしかまともに聞いてくれるやつがいなくてな。頑固もここまで来るとめんどくさいものがあるの。何か言ったか？いや何も。ここで修行するのはやめてくれんかな。うちでやっていたら孫に近所迷惑と言われてな。まあ許せ。今も十分迷惑じゃ。本日はどのような。かしこまりました。何かございましたら何なりとお申し付けください。何度失敗すれば済むのだ？申し訳ございません。失敗したのは多めに見てやろうと思ったが、戻るのが遅れただけではなく、この私に意見するとは。自分の立場をわきまえろ。ですが、あの男に偽の魔気を渡す必要はなかったのではないでしょうか。ラスターに恨みはないが、魔気は製造できても一つ、それは私のものだ。魔気を渡せないのであれば代わりが必要であろう。偽物とはいえ残った素材を利用して製造したのだ。運が良ければ魔物化せず、力だけを手に入れられたかもしれぬのだから。しかし魔物化しました。仕方あるまい。ラスターが病に倒れるのは時間の問題だったのだ。わずかではあるが生きながらえることができたのだぞ。ラスターも本望だろう。私のために働けたこともな。ヘルシャフトやジェイナスたちを葬ってくれればなおよかったのだが、まあそれはよい。これも全ては世界を変えるため、計画を進めるためには魔気が必要なのだ。そのための犠牲はやむを得ぬ。いずれにせよ、これからもっと多くの者が犠牲になるのだ。たかだか一人二人の犠牲が出たところで、どうということもあるまい。不服そうだな。いえ、そのようなこと。
お前は私が拾ってやらなければのたれ死んでいたのだぞ。それをここまで育ててやったのだ。ありがたく思え。はい。しばらくそうしていろ。今度失敗したり、私にそんな目を向けてみろ。私ではなく、ゴブリンやオークにお前の仕置きを任せる。そのこと。よく覚えておけ。私はただ、誰も傷つかずに済む世界が欲しかっただけなの。お父様、なぜこのような仕打ちを。